解体推理実況プレイ始めていきたいと思います。ファイルゴゾドバーバ、なんだろうそれ。なんか心霊現象とか怪奇現象には種があるみたいな、その種を解き明かしていくみたいなゲームらしいです。やっていこう。わ、白鳥さん外見てください。一面畑ですよ。自然がいっぱいでいいですね。かわいい。そうだな。信じられないです。こんなどこかで、こんなのどかで平和なところが神様に祟られているなんて。あの、瀬田木先生が瀬田木で会ってる。依頼を受けるくらいだ。かなり深刻な状況なんだろう。でも結局調査に来てるの白鳥さんですよね。突然僕から手紙が届いて驚いただろう。この手紙を出したのには理由がある。僕に届いた依頼を君に代行してほしいんだ。山間にある薄消し村では数ヶ月前から奇妙な事件が起きているらしい。突然村人たちが虚言を言ったり、何かに怯えたりと様子がおかしくなってしまったんだ。医者が調べても原因がわからないらしい。薄木村では何だったっけ、ちょっともうさっき出てきたばっかなのに。薄木氏村ではかつて五蔵堂坊坊様という神様を信仰して、村人たちはこの奇妙な現象を神様のたたりだと言っているようだ。本当は僕が調査に行くつもりだったが、急な予定が入ってしばらくそっちに戻れそうにないんだ。夏休みにどうしてこんなことと君は思ってるかもしれない。でもこれは優秀な弟子である君にしか頼めないことなんだ。わー、断りづらいこと言ってくる。君にとっても新しい知見が得られるだろう。薄木氏村への地図は同封しておく、頼んだよ。親愛なる白鳥くんへ。セタライとかかな、ヤクモより。振り仮名くれ。仕事が入ってるとはいえ、大学生にこんな重要なことを頼むか。白鳥さんのことをそれだけ信頼してるってことですよ。今回で最後だ。次は断る。それにしてもたたりか。そういうのって本当にあるんですかね。いや、わかんない。いや、そんなものはない。あ、ないんだ。さすが白鳥さん、めちゃくちゃ断言しますね。あ、科学的な人なのかな。世の中でオカルトと言われる現象には必ず種があるんだ。村で起こってる現象にも何かしらの原因があるに違いない。そうですよね。原因を見つけ出して村の方々を早く助けましょう。私もお手伝い頑張ります。来てくれるんだ、ありがとう。あんまり余計なことはするなよ。寸賢してんね、主人公。ようこそ薄木氏村へ。話は伺っております。あなた方が来てくれて本当に助かりました。白鳥しぐれです。瀬田木、瀬田来線、瀬田来でいいもん。瀬田来にしようかな。瀬田来にしよっか、五感いいし。瀬田来先生に休養が入ってしまって、俺はその代理できました。助手のひなと申します。あんな子供が五蔵堂坊坊様のたたりを沈められるのか。もう見た目で判断すんじゃねえ。でもあの有名な教授の弟子らしいし、なんとかしてくれるんじゃないか。ああ、あの怪異現象を解決してくれる。もう何でもいい、早く助けてくれ。あ、そんな切羽詰まってんの。村人たちは相当疲弊してるな。この通り我々ではもう手に負えなくなってきてるのです。外部の方を巻き込んでしまうのは大変心苦しいのですが、どうかお力をお貸ししていただけませんか。ま、そのために来ましたから。白鳥さんは原因究明のプロですから、安心してお任せください。なんてお前が得意げなんだ。ありがとうございます。村人たちにも話を通してあるので、何でも聞いてください。宿はこの広場にあります。自由に使ってください。助かります。さて、やってっか。まずは何をしますか？とりあえず、村人に話を聞こう。たたりについての情報が知りたい。了解です。じゃあ行きましょうか。そうね。行こっか。お腹空いたし。一日目調査開始。何日もあんの？調査について。村人から話を聞くことで情報を手に入れましょう。左上のマップでイベントの発生場所がわかります。ミニマップの表示の有無はオプションで切り替えることができます。また、単に話を聞くだけではなく、村人から頼まれ事をされる場合があります。悩みを解決することで何か情報が得られるかもしれません。手に入れた情報はメニューのノートで確認することができます。あ、ありがとう。やってこ、かわいい。イラストがかわいくて始めたんすよ。結局は。ノート。あ、これはいい村ですね。たたりがなければ観光地になりそうなのに。あ、かわいい。右下のやつ。何、情報素材。さあ、行くか、ひなちゃん。よ、調査お疲れ様です。本当にありがとうございます。まだ何もしてないよ。いえ、気になさらないでください。
ところで白鳥さんは五臓堂ボーボー様についてどれぐらい知ってますか？何も知らないよ。ただ読みづらいなとは思ってる。きちんとした説明もせずに調査をお願いしてしまったのだ。いえ、名前と神様ってことぐらいしか。では私から軽く説明させていただきますね。五臓堂ボーボー様は村を守る土地神様なんです。この村に降りかかる災いや厄介事を追い返してくれます。あ、そういう感じのやつなんだ。もともとは優しい神様だったんですね。そんな神様がどうしてたたりなんて。かつては村全体でお祭りを開くくらい五臓堂ボーボー様を大事にしていました。ですが最近は土地開発を進んでだんだん神様の信仰も薄れてきて、よくある話ですね。文明が発展すると神への信仰は薄れていきますから。そんな時に村人の何人かが謎の体調不良を訴え始めました。医者にも原因がわからなかったので一度探偵の方をお呼びして調査を依頼したのです。探偵でわかるもんなの？なるほど。調査の結果はどうだったんですか？その方が言うには、五臓堂ボボ様によるたたりによって引き起こされた集団的な体調不良のようです。そんなん探偵がわかんの？しかし解決策がわかる前にその方は村を離れてしまったのです。その探偵もなんかうさんくさい気がしますけど、そうだよね、そいつの策略じゃね。なんかわかんないけど、たたりの原因は進行されなくなった怒りってことなんですかね。どうだろうな。昔から人間は説明できない現象を神のせいにしていた。今回も何か他の原因を都合よく考えてるだけかもね。そうだね、ここにいる村人たちを全員追っ払ってここら辺に徳川埋蔵金とかがあるかもしんないんだもんね。そいつのなんか作戦なのかもしんないもんね。白鳥さん、村人さんたちは本気でたたりのことで悩んでるんですよ。いや、俺も本気で考えてるよ。そうかもしれないですね。原因が何であれこの奇妙な現象から村人たちを解放してあげたいのです。オッケー、できる限りの協力はしますのでどうかよろしくお願いします。オッケー。ま、やってくか、五臓堂ボボ様。そういえば村長さんって随分お若いんですね。ええ、父から代替わりしたばかりで。そうなんですね。こんな時に騒ぎが起きて大変ですね。村長としてはまだ未熟ですが、困った時は何でも相談してくださいね。オッケー。ああ、ありがとな。いい村長だな。あ、宿には戻れないんだ。よ、お前何してんの？ひなたぼっこ。五臓堂ボボ様に詳しい人が何人かいるはずなので、話を聞いてみるといいと思います。ありがとう。あいにく私は詳しくないのですが。そうなんだ。五臓堂ボボ様ってさ、言いづらくない？ねえ、その辺は？ああ、俺たちはこのまま立たれるかもしれないんだ。放っておいてくれ。いや、今から助けてやるって。今回の調査に来た人は随分と若いんだな。若さでさ、判断するのやめてもらえる？なんか。若いやつイコールダメみたいなシステムちょっとやめてほしいわ。あ、こっちがいけるんだ。じゃあちょっと待って。戻りたい！戻れた。あんな大きめに戻りたいって言ったのに、ただだだこねたみたいになっちゃった。お姉ちゃんまだかな？え、お姉ちゃんどこ行ったの？どうした？迷子か？よ、あんたがこの村を調べてるっていうやつは、ま、あんたみたいなやつが本当にたたりを解決できるのか？ただの事件とは違うんだ。そんな態度でけえな、お前。今調査中なので何とも言えません。ですが、たたりの原因になっているものが必ずあるはずです。信用できないな。今だってたたりの被害が出てるんだぞ。信用されなくても解決するから待ってろ。取り返しがつかなくなってからあの探偵みたいに逃げよったってそうはいかんのだからな。ちゃんと調査します。安心してください。早くしてくれよ。俺も怪物を見るんじゃないかって毎日不安なんだ。しかも最近たたりの影響が強くなったような気がするし。もしかして部外者が入ってきたから、ゴゾドボボ様がお怒りになったんじゃないのか。ああ、絶対にそうだ。なんだか様子がおかしいですね。大丈夫でしょうか。たたりの影響で精神が病んだんだろう。そっとしておく。ああ、俺たちはどうなるんだ。そっか、お前も不安なんだもんな。待ってろ、その不安を解消してやるからよ、今から。ただ人当たり気をつけろ。よ、お姉ちゃん、お前。すいません、村のたたりについて聞いてもいいですか？あら、噂の学者さんね。もちろんいいわよ、何でも聞いて。休憩する村人。村に怪物が現れたと聞いたのですが、私はまだ見たことがないから、聞いた話になるんだけど、村を徘徊してるだけで特に何かをするわけじゃないらしいの。でも怪物が現れてからおかしくなる人が多くなったわ。おかしくなる？ずっと何かに対して怯えてるようになって、私たちが話しかけても聞く耳を持たないの。あ、さっきのじいさんみたいな感じ。なるほど、トラウマを与えるほど恐ろしい怪物なんですね。怪物のことなら蔵の前にいる門番さんに聞いたらもっと詳細を聞けるかもしれないわ。この間見たらしいの。見た？ありがとうございます。なるほどね、怪物いるんだ。調査頑張ってな。ありがとう。今日は天気が悪そうだな。のんき。お前のんきだな。よ、
この家に住んでるおじいちゃん、とっても博識なの。あんまり面白くない本もたくさん持ってるのよ。そうなんだ。あんまり面白くない本をたくさん持ってるんだ。あ、こいつなんかありそうだな。このミニマップに色がついてるやつはちょっとスルーするか。あ、入れねえの。物知りじいさんの家。入れねえんだ。まだ。オッケー。よ、何してんの？聞いてくださる。先日私の旦那もおかしくなってしまったの。あ、そうなんだ。大変だな。聞いてくださる。この人の旦那さんもおかしくなってしまう。聞いたわ、さっき。二人から言われなくても。ああ、こいつが門番かな。まあ、とりあえず、この色がついてるやつは後回しにしよっか。話進んじゃいそうだし、色ついてないやつと会話してやってこっかな。だって、何このマーク。かわいいね。笑顔みたいになってんじゃん。MV。さて、探索するぞ、ひなちゃん。疲れてないか？大丈夫か？休憩するか？団子でも食うか？さっき団子屋みたいなやつあったしな。団子食おうかな。あ、なんだろ、あいつが門番かな。鬼ごっこしてたの。今は私が逃げる方なんだ。あ、そうなの？でもなんか止まってるように見えるけど。お前らが早すぎて俺止まってるように見えてんのかな？鬼ごっこしてるんだ。今は俺が鬼なの。あ、そうなの？え？時が止まってる？さて、行くか。防具屋みたいなのあんの？あ、よ、じいさん。年老いた村人。ああ、悟り開いてんな。何も喋らねえ。まあ、ここも水色のマークついてるし、こいつも後回しだな。月下の山。なんだろうね、月下の山って。ひなちゃん、なんだと思う？月下の山って。なんか名前の響きめちゃくちゃいいよね。なんか綺麗な場所なのかもね。夜景が綺麗だったりするのかも。今度行ってみよっか、一緒に。これは？ああ、読めねえ。よ。今調査したところで何も変わらないよ。いや、変わらないかどうかは調査してから決めるんで、僕が。ああ、調査に来てる人がご苦労さん。どうも。ちょっと聞きたいんだけど、幽霊って本当にいると思うか？幽霊ですか？ああ、俺はこの間まで幽霊なんていないと思ってた。でも、この目で見たんだよ。あ、お前、気さくな村人。あんま気さくなんだ。死んだはずのじいちゃんが時々夜に現れるんだ。ただただずんで、俺のことをじっと見て。本当にあった怖い話ですね。村の奴らは怪物と見間違えたんじゃないかとか、疲れてるんじゃないかとか言ってくるんだよ。でも、俺は確かにじいちゃんを見たんだ。俺のことを怒る時のじいちゃんにそっくりだった。あ、ちょっと怖いのか。たたりに幽霊か。この村は怪奇現象が多いな。もう頭がおかしくなりそうだよ。ああ、聞いてもらえてすっきりしてありがとな。いや、全然よ、そんくらい。ああ、どうすっかな。いや、もうそんくらいならいつでも話聞くぞ。よう。調査をしてもらって構わないけど、勝手に人の家に入ろうとしないでくれよ。あ、だから入れないのか。まあ、そりゃ、そんくらいの常識は僕だって持ってますよ。あ、なんか奥にいるな。そんな。勝手に人の家に入るわけないじゃないですか。お、知らない兄ちゃんだな。俺が拾った木の枝あげるよ。ありがとな。大事にするわ。もし魔物とか出たらこの木の枝で戦おうかな。じゃあ。術。なんかすごいな、この町。よ。友達もおかしくなってしまったんだ。心配で仕方ないよ。まあまあまあ、待ってろ待ってろ。今助けてやる全員。わーん、帽子が、どこ行った？どうかしたのか？帽子が風で飛んで川に入っちゃって。ここにはもうなさそうだな。流されたのか？心配しなくて大丈夫ですよ。このお兄さんが見つけてくれますからね。おい。お気に入りの帽子だったのに、グス。ああ、探してくるから待ってろ。いいの？ありがとう。まあ、気にすんな。クエスト。川の落とし物。オッケーオッケー。この川の流れってどっちの、なの？まあ、帽子は大事だよな。学生なのに偉いわね。力になれるかわからないけど、何かあったら聞いてね。ああ、ありがとう。いいよ。なんとかするよ。僕一人で。任せてくださいよ。そのために来てるんで、僕。帽子どこにあんのか知ってる？それより。ああ、こいつも色ついてくから後回しだな。診療所の人たちはいつも働いてて大変そうだわ。そうなんだ。ああ、こっちが行けるわけじゃねえんだ。じゃあ、こいつ話してみるか、早速。ここは診療所か。もうおしまいだ。どうした？うわぁ。なんか中から声が聞こえますね。まさかここの人たちはみんなたたりの影響で？もしかして調査しに来た方ですか？すいません。ここは許可された人以外は立ち入り禁止なんです。そうなんだ。なるほど。わかりました。雨降ってきたな。わ、急に降ってきちゃいましたね。雨か。これから忙しくなるな。雨が何か関係してるんですか？雨が降ると一気に患者が増えるんです。ゴゾドボボ様は水の神様だから力が増すのか。まあ、そうなんだ。なるほど。すいません。準備があるので失礼しますね。あ、気をつけてね。無理すんなよ、お前も。落ち着いたらもう少し話が聞けそうですね。また今度来ましょう。雨の影響。なるほどね。セーブしとくか。とりあえず帽子を探してやんないとな。どこにあんだろ、帽子。ね、誰か帽子知ってる？こいつの帽子。川の流れはどっちの方向に行ってんだ？
この辺とか流れ着いてたりするねえ。帽子ってどこにあんのこれ。クエスト完了してあげたいんだけど。まあいっか、この辺とか帽子、ああ帽子あんじゃん、あんじゃん。白鳥さん帽子ありましたね。ああ、あんまり遠くに流されてなくてよかった。どうした？いえ、なんか変だなと思って。何がだ？こんな水が綺麗なのに生き物が一匹もいないんです。魚とかがいても、ああ、そういうことね。おかしくないのに。確かに変だな。まあでも、そういうこともあるんですかね。川に化学物質とか流れ込んじゃう時代ですし。さあ、あの子に届けてあげましょう。お前なんかめちゃくちゃ察しいんじゃない？もう、事件の真相それじゃない。そっかそっか、じゃあその探偵がなんかやってんのかもね。その水の影響でみんな体調悪くしてんのかもな。いやでもミスリードの可能性あるか、こんなあからさまに来るわけないもんな、最初から。よ、帽子拾ってきたぞ。あ、その帽子もうなくすなよ。ありがとうお兄ちゃん。ふふ、嬉しそうですね、さすが白鳥さん。ああそういえばこの村の川には生き物はいないのか。生き物、うん、いないわ。ちゃんと帽子かぶってんな、お前かわいい。おじいちゃんの時からいないって言ってたし、昔からそうなんじゃないかな。そうか、ありがとう。帽子、大事にしろよ。さて、じゃあ次行くか。どうしような。雨降ってきたし、大丈夫？ひなちゃん、傘とか買う？俺別に傘いらないけど、ひなちゃんが欲しいなら買おうかな。あ、ピンク色はちょっと後回しにするか。水色っぽいやつ。なんだ、寡黙な村人。突然すいません。少しお話いいですか？村に現れる怪物について聞き込みをしてるんですが、突然に実際に見たという話を聞いたの。あ、こいつが門番か。怪物は狼の姿だった。大きく歯も鋭い。村に伝わる言い伝え通りだ。あー、なんか言わされてる。お前ゴゾドボボ様のは狼の姿をしてるってことですか？言い伝えについて詳しく。おい、ちょっと来てくれるか。あ、話進む。すまない、明日もう一度ここに来てくれ。その時に説明する。お前死ぬなよ。話聞けそうでよかったですね。今日は他の人に聞き込みしましょうか。そうな、そうだな。なるほどね。なんか、ありそうだな。本当に。よ、ピンク色のあなた。困ったな。あ、これがクエストか、多分。白鳥さん、あの人困ってますよ。話しかけてみましょう。話しかけてるよ、もう。どうかしたんですか？聞いてくれよ。家の扉が歪んでしまって入れなくなったんだ。そんなに急に？なんで？それは大変ですね。そうだ、君、悪いんだけど、ハルさんを呼んできてくれないかな。誰、ハルさんって。ハルさん。ハルさんがいれば、何とかなるかもしれない。この村の派出所にいるはずだよ。派出所？なんで俺が。この人すごく困ってますよ。私たちで探してきてあげましょう。この人が直接行けばいいんじゃないの？本当にそう思う。白鳥さん。わかったよ。ありがとう、助かるよ。派出所は村の北部にあるよ。あ、そうなんだ。ハルさんね。いや、お前なんで自分で行かないの？頼んだよ。そんな力強く言われても。なんでお前自分で行かないの？びっくりすんだけど。だって、閉まってんでしょ？自分で行けよ。まあいいけど。はるちゃん行こっか。派出所探しに行こう。お前らさ、鬼ごっこしてんのいいけど、雨降ってっからそろそろ帰れよ。あ、派出所ここか？お前派出所の人？あ、違うんだ。現在、巡回中。あれ、お留守になってますね。そうだな、さっきの村人にはいなかったって伝えよう。でもこの村にはいるんですよね。探してあげましょうよ。すごいな、バイタリティ。あんた、ハルさんを探してるのかい？ええ、まあここにはいないみたいで。あの人ならさっき畑の収穫の手伝いしに村の東部へ向かって行ったよ。今行けば会えるんじゃないかね。そうなんですか、行きましょう。白鳥さん、行くよ。分かったよ、ありがとうございます。東ね。じゃあ東の、まあ、さっき畑あったもんな、東側に。たらい回しじゃない、こんなの。たらい回しだよ、もう。あ、お前帽子大事にしてんな。いや、いいけど、お前雨降ってきたんだから帰れよ、そろそろ。あ、畑のお姉さん、派出所のおじさん、春さん知ってる？春さん、さっきまで収穫を手伝ってくれたんだけど、もうここにない、いないんかい。そんな。それで今どこに？さっきお医者さんが来て、一緒に診療所の方に向かって行ったよ。何でも患者さんが暴れ出したとかで。あ、なるほどね。診療所はこの近くにあったはずです。急ぎましょう、白鳥さん。診療所ですね、ありがとうございます。あの人いつも走り回ってるからね。会えるといいね。うん、会えるといいな、本当に。診療所この辺だよね。ハルさん助かったよ。ハルさんイケメン、赤坂春之助。いや、患者が落ち着いたようでよかったよ。
また困ったことがあったらいつでも呼んでくれ。ああ、この呪いの原因が分かれば今日のようなことも少なくなるのだがね、今日なんか口が全然回んない。そのために学者先生を呼んでるって話だろ。俺たちは俺たちにできることをしよう。そうだな、ありがとう、ハルさん。ハルさん、思ってたより全然若いな。それじゃあ、派出所に戻るか。あ、戻っちゃいますよ。白鳥さん、引き止めて。ちょっと待ってくれ。ん？どうしたんだ？あの、家の扉の立て付けが悪くなって入れない人がいるんです。あんたなら何とかできるって聞いたんですけど。扉？が？わかった。任せてくれ。工具を持ってくるから場所を教えてくれないか。西だよ、西。村の西。助かった。これでやっと家に入れるよ。無事に解決してよかったよ。また何かあったら呼んでくれ。ありがとう、ハルさん。そこの君も、ハルさんを探してきてくれてありがとな。いえいえ、お役に立てて何よりです。君が呼びに来てくれて助かったよ。いや、まあ。そういえば自己紹介がまだだったな。俺は赤坂春之助。この村で警察官をやってるんだ。あ、見たらわかるよ。白鳥しぐれです。この村の調査に来ました。助手のひなです。にしても驚いたな。村で噂の学者先生がこんなに若いとは。いや、俺は学者なんて大したものじゃないです。ただの代理ですし。でも村のみんなが期待してる。君が村の呪いを解いてくれるんじゃないかってな。最悪ですね、白鳥さん。ま、何か困ったことがあったらいつでも頼ってくれ。俺は基本的に派出所にいるから。はい、ありがとうございます。あ、ありがとう。春いいやつそうだな。そしてイラストがあるし、春だけ。あれ、お前いたっけ？あ、そっか、いたか。じゃあ、あとは喋ってないのは、村の入り口にいるやつぐらいかな。喋りに行くか。春さん、ちょっとかっこよかったね、ひなちゃん。あ、お前春さん。白鳥くんお疲れ様。何か手伝えることがあったら何でも言ってくれよ。いいやつ。ずっといいやつ、こいつ。よ。ああ、君。警備員。ここから先は入ってはいけないよ。ここは何ですか？ここは月下の山さ。奥にはゴゾドボボ様がお住みになってるんだ。わ、本当に神様がいるんですね。山は神様の領域だから、迂闊に入るとたたりに会ってしまう可能性がある。だから誰も入らないように見張ってるんだ。山に入ってたたりに会った人はいるんですか？あ、何人か調査に行って山に入ったが、みんな様子がおかしくなった。君も気をつけなさい。よし、これで大体聞き込みは終わったな。宿に戻りましょうか。そうだね。たらい回しにされたな、今日一日は。足が疲れちゃった。ひなちゃんマッサージして、諸行無常って書いてある。大丈夫ですか？食べきれないなら、断ってもよかったんですよ。そんなにいっぱい食べさせてもらったの。もてなしてもらったのにそれはできない。わかるよ。出されたもんは残したくねえよな。あはは、それにしてもすごい量のお料理でしたね。歓迎されてるみたいでよかったです。量はだいぶ、少し多かったが、料理もうまかった。ああいう家庭的な料理っていいですよね。作った人の温かさが感じられてすごく美味しそうでした。え、ひなちゃん食べてないの？ああ、なんだか実家を思い出したよ。お母さん料理上手だったんですか？いや、普段は使用人が作った料理を食べてた金持ち。白鳥さんってお坊ちゃんだったんですね。でも時々姉貴が焼きおにぎりとかおじやとか簡単なものを作ってくれたんだ。へえ、いいお姉さんなんですね。ああ、数年前に喧嘩をしたきり会ってないけど。あ、そうなんですね。すいません、変なこと聞いて。いや、俺が思い出して話したかっただけだから気にするな。夜は静かだな。そうですね。怪物が出るのは夜って言ってましたけど、本当に出るんでしょうか？さあな。でもこんなに多くの人が見てるってことは、何かが起きてるに違いない。そうですよね。なんか急に怖くなってきました。白鳥さん、早く部屋に戻りましょう。おい、ひな、走ると危ないぞ。あ、なんだ？白鳥さん、どうしました？え？誰かが立ってる。あんな人村にいたか？あ、姉ちゃん。あ、なんだ？どうした？どうした？いや、まさか、あの人がここにいるはずがない。だって。あんたのせいよ。あんたが生まれてくるまでは私が愛されていたのに。あんたはいるだけで周りを不幸にするのよ。あんたさえいなければあの子だって。やめろ。え、なんだなんだなんだ。白鳥さん大丈夫ですか？ひな。もう急に大声出すからびっくりしましたよ。驚かせないでください。姉貴がそこにいた。お姉さんがですか？一緒に見てましたけど誰もいませんでした。あ、見えてないの？
そういえば幽霊を見たって人がいましたよね。まさか白鳥さんのお姉さんって。いや、違う違う。もう、いや、ひなちゃんはなんでかわかんないけど、この村のその、病気みたいなのにかかってないけど、俺はもうかかっちゃったってことなのか。いや、姉貴は生きてる。え、じゃあなんで？おい、大丈夫か？怖いな、お前。音が。怪物、ゴゾドボボ様が。誰か、診療所に運ぶのを手伝ってくれ。ああ、俺らじゃないのか。白鳥さん、怪物が出たらしいですよ。でもこんなに近くて怪物騒ぎがあったのに、全然気づきませんでしたね。怪物、気が狂うほど恐ろしいものか。白鳥さん、な、幻覚作用があるのか、何かに。俺が見た姉貴も、村人が見た幽霊も、怪物の一部なのかもしれないな。は、料理に関係してきてんのかな。料理とか、まあ水はそうだろうけど、ひなちゃん飯食ってないのかもしれない。どういうことですか？怪物が必ずしも狼の姿をしているとは限らないってことだ。あ、門番のやつは狼が怖いと思ったから狼に見えたってことか。なるほど、白鳥さんは何かに気づいたんですね。明日は怪物についてもう少し聞き込みをしてみましょうか。ああ、わ、面白そう。2日目、調査開始。今日はどうしましょうか。引き続き村人から話を聞こう。昨日会った赤坂さんは人脈も広いし、何か情報を持ってるかもしれない。了解です。準備ができたら行きましょう。と、その前に昨日聞いた情報を少し整理してみませんか？情報を整理することこそ、円滑な調査の秘訣です。ありがとう。考察モードが解放されました。手に入れた情報を組み合わせ、新たな情報にまとめることができますよ。まず、組み合わせたい情報にカーソルを合わせます。カーソルを合わせた状態で決定すると、左下のスロットに情報がセットされます。セットできる情報は3つまでです。右下のヒントをもとに2つ、または3個の情報を選びましょう。なんかピザの食べかけのアイコンが考察に使用できる情報です。なるほどね。セットする情報を間違えた場合などは一度メニューに戻るとリセットされます。必要な情報を選んだら中央の考えを整理するを選びましょう。整理が完了した情報には、本をパカって開いたみたいなアイコンがつきます。このアイコンがついた情報は考察で使うことはありません。あ、そうなんだ。試しに怪物の情報についてまとめてみましょう。オッケー、その前にセーブしていい？じゃあ、ノートか。情報、村人が体験した怪奇現象について整理してみましょう。これか。で、まあ、祖父の幽霊もそうだし、まあ、怪物を見た人、祖父の幽霊か。くらいかな。雨の影響らへんは関係ない。春さんを探せ、怪も関係ない。あー、これも関係あるのかな、川の落とし物も。あ、でももう3つ。集めてるから考えを整理する。実行。あ、考察失敗。嘘でしょ。夜に現れた祖父の言う怪物を見た人だけか。違うの。え、なんだ。結構むずいな。ちゃんとやろう。怪物を見た人、川の落とし物かな。じゃあ。え、なんだ。怪物を見たら、あ、怪物を見ると気が触れてしまうらしい。何かに怯えてまともな。まずこの気が触れる系と、で、雨が降った次の日は、たたりの影響が強くなり、おかしくなってしまう。こういうおかしくなる、二択でいこう。あ、違うのか。え、何？じゃあ。雨の影響と川の落とし物。これでどう？村の水違うやつが考察完了した。あ、まあまあ、ね、選択肢減った。川に魚がいないことや、雨の影響から村の水には有害物質が含まれるのではないか。そうだね。春さんを探せ、絶対関係ないから、この三つのうちの二パターン。探そう。じゃあ、だってこれ3パターン絶対違うんだもんね。もう一回やるけど違うね。じゃあ、夜に現れる怪物と怪物を見た人、やった気するけどな。だよね。祖父の幽霊と怪物を見た人、違うね。夜に現れる怪物と祖父の幽霊、あれやったっけこれ。あー、怪物の正体、夜に現れる怪物と祖父の幽霊でした。その人の恐怖の対象となるものが幻覚として現れる。多くの村人は狼の姿をして、狼の姿を見ていた。そうなんだ。多くの村人は狼の姿が怖いんだ。じゃあこれ関係ないんだよね、でも。だよね、オッケーオッケー。村の西にお茶屋さんがありましたよ。こう見ても私団子に目がないんです。だったら団子食いに行くか。ちょっと、どうしました？情報を記録する。あ、セーブするってことね。外に雑談。昨日の夜の怪物騒ぎ大丈夫でしょうか？宿の近くで怪物が出たみたいだったのに、怪物そのものを見たのは一人だけだったらしいですね。そうだな。他の人は叫び声を聞くまで怪物が出たことにすら気づかなかったらしい。不思議です。そういえば白鳥さんがお姉さんを見たのも気になりますね。そうだよね。
お姉さんも怪物の仲間だったとかありませんよね。いや、絶対違う。見えるものが違うんだと思う。はは、まさかな。じゃあもう一回雑談すると、村の人たちなんだか気が立っていましたね。たたりのこと、とても不安なんでしょうね。そうだろうな。そうだな。俺たちが外から来たことで、村人たちがよりピリピリしているのかもしれないな。はい、慎重に聞き込みしましょう。そうね。白鳥さん、いつまでゴロゴロしてるんですか？早く村に行きましょう。そうだね。わかって、そんなにせかすな。あー、オッケーオッケーオッケー。もうできないんだね。この辺とかなんもない。なんか巻き、お茶飲もうかな。これ何？何も調べられない。じゃあ行こっか。こっち出られるんだ。ひなちゃん置いていくとかできんの？アイテムとか別にあるわけじゃないんだろうね、多分。こういうことが開かないんだね。あー、出られないな。外に出るをやんなきゃいけないんだな。オッケー。ちょっと、このゲーム苦手かもしれない。諸行無常って書いてあるし。もう、ないもんね。よしよし、行こう。行こっか、ひなちゃん。ごめん、待たせて。よし、じゃあ出発ですね。とりあえず赤坂さんに会いに行きましょう。オッケー。あ、変わってんな、人。いつたたりがなくなるのかしら。そうね。もう一人でお使いできるよ。任せて、お兄ちゃん。いや、今はやめとけ。お茶屋で団子を見つかってくるんだぞ。できるか？いや、できるか。いや、でも、友人と待ち合わせをしているのですが、全然来ないんです。広場の近くの灯籠の前で待ってるのに。あー、これよくあるパターンじゃん。じゃあ、こいつじゃん。あ、こいつじゃんじゃなかった。ここの灯籠の近くかと思った。よう、学者の兄ちゃん。どうも。あー、昨日の祖父の。こんにちは。ゴゾドボボ様のことについて調べてたんだってな。俺ちょっととっておきの情報を持ってんだよ。何？何ですか？気になるな。ここだけの話、兄ちゃんにだから話すけどよ。村の外れに大きな石があっただろう。ありましたっけ？いや、知らない。言われてみればあったよな。ああ、とにかく大きな石があったんだけどさ。この前見たら綺麗に真っ二つに割れてたんだよ。ああ、長年の雨や風で劣化したのでは。村長もそう言ってるけど俺は違うと思うんだな。他に原因があると。多分あの石は、ゴゾドボボ様信仰の証だ。どういうこと？俺たち、村人がゴゾドボボ様を信仰しなくなったら、あの石が割れたんじゃないかって思うんだよな。あ、そういうこと？信仰不足で石が割れたってことですか？だから、神の怒りってこと？証拠は？そんなもんねえけどよ。でもこのたたりが起こるまで俺たちは、ゴゾドボボ様なんて信じていなかったってのは事実だからな。信仰か。貴重な情報ありがとうございます。俺が知ってるのはそれだけだ。調査頑張ってくれよ。まあこういうのも大事な気がするけど。奇妙なことばかり起こるんだもんな。あ、でもノートには書かないんだ。白鳥くん、あ、お前じゃん、絶対。友達と待ち合わせしてるんだけど全然来ねえんだよな。広場近くの灯籠前って言ってたのに。いやー、もっと歩き回ってみたら？スマホ持ってないの？ハルさん、あのね、こっちに見せたいものがあってね。俺ハルさんじゃないよ。俺ハルさんじゃないよ。似てるかな、俺とハルさんって。あんまり山に近づくなって怒られちゃった。そうなんだ。ああ、君、ああ、オッケーオッケー。同じだね。まあ、ハルさんに話せばいいのかな。よ、ハルさん。赤坂さん。おはようございます。おはよう。今日もみんなに聞き込みするのか？え、まあ、赤坂さんにもこの村のことを聞きたいと思って。薄岸村って普段からこんな陰鬱とした雰囲気なんですか？いや、そんなことないよ。もともと薄岸村は犯罪も滅多に起こらなくていい村なんだ。たたりがなければ本来は村人同士も和気あいあいとしているんだが、今の村からはあまり想像ができないですね。和気あいあいとしている時に来たかったです。そうだな。でも、明日おかしくなるのは自分かもしれないし、家族かもしれない。そんな考えが村中に広まればこんなに陰鬱としてしまうのさ。その割に赤坂さんは元気ですね。俺は警察官だからな。俺まで暗くなってしまったら困ってる村の人たちを励ますこともできなくなってしまうよ。かっこいい。ははは。この人すごいパワフルですね。とにかく、この村の未来は君にかかってるんだ。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。ええ、まあ。そういえば実際にたたりの被害に遭った人はどこにいるんですか？彼らはみんな診療所で見てもらってるよ。診療所は村の東にある。わかりました。診療所に行ってみます。おい、まさか直接話を聞きに行くつもりか？危ないぞ。でも実際に被害に遭った人の話を聞かないと、たたりの実態もつかめません。いろいろ話を聞かせてもらって助かりました。診療所へ行くなら俺も一緒に。ハルさん、こっちに来て。わかったよ、ちょっと待ってて。赤坂さん、こっちは大丈夫ですから。悪いな、紹介状書いてくるからちょっと待っててくれ。あ、そっか、なんか、あれだもんね、許可されたやつしかみたいな。これを見せれば君だけでも診療所に入れるはずだ。
ありがとうございます。他にも何か分かったら俺にも教えてくれよ。いや、いいやつ。お前が黒幕じゃないよな、さすがに。これで次の目的地が決まりましたね。あ、診療所に向かおう。そうだな、ハルさん、あ、一緒に行けなくてすまない。気をつけてな。あ、こいつ、そういうことね。そういう意味だったんだ。オッケーオッケー。でもその前に、昨日の門番に話聞こうかな。よ、お前、ここのみたらし団子が大好きなのよ。食べると生きてるって感じがするわ。そうなの。みたらし団子で生きてるって感じするの。俺もみたらし団子好きだけど、ここだけ柵がないの危ないわね。今度村長さんに相談してみましょう。そうね。なんか入れたりはしないんだもんね。でも危ないね。あ、もう治ってんだここら辺。よ、木陰で一休みしてるんだ。暑くて参っちゃうよ。あ、暑いんだ今。よ、こんにちは。昨日の話の続きを聞きに来ました。ああ、昨日はすまなかった。怪物の話の途中だったな。はい。怪物はなぜ狼の姿をしてるんですか？俺たちの先祖が狼の姿をしたゴゾドボボ様を助けたことがあるんだ。それから狼は神様の象徴だと言われている。なるほど。それで、怪物の姿を言い伝えの通りだと言ってたんですね。ああ。その言い伝えは村の全員が知ってるんですか？そうだ。小さい子供でも知っている。村長さんから信仰が薄いという話を聞いていたのですが、村の皆さんは結構神様を信じてるんですね。こっちに来てくれ。え、何？ここは？前まで月下祭というものがこの村で開かれていてな。ここは月下祭関係のものが置いてあるところだ。みんなほとんど神様の存在を信じていなかったが、伝統行事として形式的にやってたんだ。あ、そういう意味ね。だから言い伝えの話はみんな知ってる。なるほど、そういうことだったんですね。だが最近は祭りすら開かなくなった。だからゴゾドボボ様がお怒りになっているのかもしれないな。なるほど。白鳥さんどうしました？あ、なんか気になるの？あそこだけ不自然に一箇所空いてるな。あ、確かに。鎧んとこ？確かに。あそこには月下祭で使うお面があったはずだが。どうしてなくなっちゃったんでしょうか？少し探してみる。教えてくれてありがとう。いえ、また何か知りたいことがあれば言ってくれ。ああ、ありがとう。調査頼んだぞ。ああ、まあこうやって信頼してくれてるやつはいるんだな。特にこの辺とか調べられるわけじゃないもんね。人と話していくゲームだもんね、これ多分。ここら辺なんもねえんだ。お前ずっと左側見てんな。ちょっと怖いぞ。ここだけ、あ、もう入れねえんだ。あ、入れるね。あ、よ。ああ、ありがとう。行ってくるね、じゃあ。さて、じゃあ東の診療所行くか。俺もみたらし団子食いてえな。ひなちゃんもみたらし団子好き？俺めっちゃ好きなんだけど、今度一緒に団子屋に行くか。あ、堂々としてんのお前。昨日は雨が降ったから、草と地面が少し濡れてるね。当たり前のことを当たり前のように言うな。困ったな。どこに行ってしまったんだ。どうした？何か探してるみたいですよ、白鳥さん。手伝ってあげましょう。あ、おい、調査の途中だぞ。困ってる人を放って調査を続けるなんて、白鳥さん、白状すぎて軽蔑します。こんにちは。何か探してるなら手伝いますけど、軽蔑されるの嫌なんだ、ひなちゃんに。ああ、白鳥さん、大したことじゃないんです。ただ、うちの、なんだろう、せがれがとかかな、またいなくなってしまって。不穏ですね。もしかして神隠しとか？またいなくなったというのは、あの子の行方がわからなくなるのはよくあることなんです。そうなんですか。ええ、少し変わった子でね。もう17になるのに、家の仕事も手伝わないで本ばかり読みふけってるんですよ。なるほど。で、すいません。学者の方にこの言い方は失礼でしたね。そんな気にしてないよ。いえ、気にしないでください。息子さんが行きそうな場所とかわかりますか？この村の中にはいると思うんですが、最近あの子が何を考えてるのかわからなくて、親として恥ずかしい限りです。元気出してください。きっと反抗期とかですよ。17だしな。息子さんを見つけたら、あなたが探していたと伝えておきます。どんな子なんですか？すいません、ありがとうございます。妻に似て緑がかった髪をしてるので一目でわかると思います。わかりました。オッケー、行方不明の子供ね。緑色の髪の子供なんていたっけ？どこにいんだろう。結構わかりづらいとこにいたりすんのかな。ま、探しとくわ、気が向いたらな。緑色、お前緑じゃないもん。この村には井戸が多いので、喉が渇いたらすぐに水分補給できるんですよ。ああ、なんかそれも関係してきそうだな。やっぱ水が関係してくんだろうな。緑がかった髪のやつなんていたっけ？よ、この先は畑しかないから進んでも意味がないと思うよ。あ、そうなんだ。ありがとう。
ここで採れた野菜をね、カレーに入れるととっても美味しいのよ。あ、そうなんだ。畑を見ているとき、なんだか心が休まるのよね。自然と一体になれる気がして。そうなの。みんななんか、おおらかな感じだな。お前髪の毛緑がかってるけど、まあ、診療所ちょっと後にしていい？話進んじゃうかもしんないし、クエストを回収しよっか。で、セーブしよっか、一回。もう、40分やってんだ。結構ちゃんと、村探してみたんですけど、緑色の髪のやつ見つけられなかったんで、進めます。お前だったりすんのかな？患者に話を聞きたいんですが、入ってもいいですか？申し訳ありません。この診療所は限られた人しか入れないようになっていまして。赤坂さんの許可をいただきました。紹介状もらってきましたよ。これは確かに本物のようですね。入ってもらって大丈夫です。ありがとうございます。やった、赤坂さんにも感謝ですね。 ありがとう。二人とも入れんの？かなり精神が不安定な状態なので、あまり刺激しないように注意してください。あ、わかったよ。さすがにその辺はなんとかするわ。5分ぐらい探したんだけど、本当に見つかんなかったわ。ここにいるってことなのかな。なんか置いて、机の上乗れちゃった。行儀悪いな、赤坂くんじゃなくて、白鳥さん。あ、2階も行けんだな。よ、何してんの？すいません。ひ、たたりの調査をしている白鳥と言います。少しお話を伺ってもいいですか？ああ、なぜ壁の方を向いてるんですか？俺の向かい側に人が立っているだろう。あの人、ずっと俺のことを睨んでるんだよ。誰もいないよ。いや、いませんが。え、ほんとか、いなくなったのかもな。いるじゃん、俺をからかってるのか。そう、そんなことないですよ、ほんとにいないんですよ。なるほど、幻覚か。もう騙されないぞ。俺はもう誰とも話さないからな。他を当たりましょうか。そうね、そうだな。くそ、なんであいつは、あそこにずっといるんだ。誰に見えてんだろう。要は、すいません。あなたは、たたりの調査をしている白鳥と言います。少しお話を伺ってもいいですか？あの、怪物を見た日から変な声が聞こえるんです。狼の遠吠えがずっとほら今だって聞こえるじゃないですか。いや、何も。この人にだけ聞こえてるのかも。本当に聞こえないんですか？こんなに近くで大きな声で言ってるのに。うるさい、もうやめて。わあ、確かに狂っちゃいそうだな。大丈夫ですか？ううう。もうこれ以上話聞けそうないな、他は渡ろう。よ、お前は大丈夫か？あ、こっちからは喋りかけられねえ。よ、すいません。あ、なんだお前は。タタリについて調査をしているのですが。タタリについて調べてるのか。そんなことしたら、ゴゾドボボ様の お怒りを買ってしまう。でも、このままでは被害が。そんなの信じられるわけない。そもそもなんでこんな遠い村に調査しに来たんだよ。何か理由があるとしか。まさかお前はこの村を潰しに来たのか。は？調査すると言っておいて、むしろ状況を悪化させに来たんだろう。そうに違いない。いや、お前のせいだ。早くこの村から出て行け。白鳥さん、もう話は無理そうです。ここは離れましょう。まあ話できるやつ全然いねえな。あれ、この人。昨日、広場の木の近くにいた人だな。あ、そうなの。あんた誰だ？疑り、あー、こいつか、めんどくさいやつか。村で調査をしてる白鳥と言います。昨日話したはずですが。いや、あんたみたいなやつは知らない。どういうことでしょう。覚えてないのか。バカにするんじゃねえ。昨日のことを忘れるわけないだろ。昨日は、あれ、俺何してたんだっけ。完全に忘れちゃってますよ。昨日から少し様子変でしたもんね。ああ、記憶が混濁してるな。用がないならどっか行ってくれないか。俺は気分が悪いんだ。よし、これで状況は確認できたな。皆さん辛そうですね。早く解決して安心させてあげましょう。オッケー、たたりの内容。赤坂さんが心配していましたし、一度報告しに行きましょうか。そうね。でも階段があるよ。登れたりしないの、これ。登れねえんだ。じゃあ行くか、赤坂くんとこ。ありがとな。てか、緑色の髪の男見なかった？探してんだけど全然いねえんだよな、あいつ。どこいんだろう。まだ見つかんねえんだけど。まあいっか、話進めてたら出会えるとかそういう感じだったりすんのかな。お前茶髪だもんな。緑の髪のやついない。あれ、赤坂さんは？あ、ばあさん。どうしたものかね。どうした、ばあさん。またいなくなってんじゃん。赤坂さん、あれ、いないみたいだな。看板も巡回中になってる。残念ですね。診療所の話はまた後でしましょう。
仕方がないな。時間を空けてまた来よう。おや、ハルさんちょうどよかった。あ、俺ハルさんじゃないよ、ばあさん。ちょっと白鳥さん、多分このおばあちゃん白鳥さんに話しかけてますよ。あのおばあさん、俺は赤坂さんじゃなくて。ん？今は忙しいのかい？このおばあの頼みを聞いてくれないのかい？いや、その、なんで困ってるんですか？診療所の先生に荷物を届けてほしいんじゃよ。こんな大荷物診療所まで持って行ったら、このおばあの腰は砕けてしまうよ。はっはっは。白鳥さん、診療所まで荷物を届けてあげましょう。わかりました。荷物を渡してもらえますか？お、頼みを聞いてもらえるか。それじゃあこのおばあはここで待たせてもらうよ。やっぱりハルさんは優しいね。いや、だから俺は赤坂さんではなくて。オッケー、まあそんくらいなら全然いいよ。緑色の髪のやつもさ、ハルさんや、よろしく頼むね。任せておけ。よ。え、緑色の髪のやつ知らない？ねえ。てかハルさんどこにいんだろう。左側だけちょっと軽くもう一回見ていい？なんか変わってんのかも。変わってなさそうね。見たことある奴らしかいない。あ、マジで緑のやつどこにいんだろう。ここもいないし。まあ、いっか。普通にこうやって荷物届けて時間あげたりしたら人が変わってたりすんのかな。それとももういないのかな。怖いね。ひなちゃんどう思う？緑の髪のやつなんてこの村にいないんじゃないかな。もしかしたらあいつって息子とかいないのかもね。息子とかいないのに息子がいるとか思い込んでんのかよ、診療所の人。え、お前じゃないの？誰？あー、お前か。よし、よ。あの、おばあさんから荷物を預かっていて。ああ、助かるよ。あのおばあさんの家には貴重な医学書がたくさんあってね、時々こうして借りてるんだよ。そうなんですね。それにしてもどうして君が？それは偶然頼まれて。おばあちゃん、白鳥さんと赤坂さんを間違えて荷物運びを頼んだんです。とにかく助かってありがとう。よし、おばあちゃんに報告しに行きましょう。そうだね。てか白鳥さんと俺って似てんの？白鳥さんは俺だったわ。赤坂さんと俺って似てんのかな？緑色の髪のやつ知らない？まあ、ばあさんのとこ行ってくるか。時間を空けて赤坂さんのとこ行くとか言ってたし、シナリオこのまま進んでいくなんてことないよね。それかマジでさ、かくれんぼみたいなことしてたりする？いや、ばあさん届けに行ってきたよ。あの、荷物届けに行ってきましたよ。おう、ありがとね。やっぱり困った時はハルさんに相談するのが一番だね。そういえば白鳥さん、このおばあさんの家には貴重な医学書がたくさんあるらしいですね。もしかしたら村について記された本とかを持ってたりして。そうだな、聞いてみるか。おばあさん、本をたくさん持ってるって診療所の先生から聞いたのですが。じいさんが書物の類を集めるのが好きでね。今日のお礼も兼ねてうちの本を見ていくかい？本当ですか。ありがとうございます。あのおじいには伝えておくから好きな時にうちにおいで。それにしても春さんが本に興味持つなんて珍しいこともあるもんじゃの。はは。オッケー、ありがとう。あ、じゃあそこにいるんだ、緑色の髪のやつは。そのばあさんの家ってどこなの？ばあさん、ちょっと聞くか。ばあさん、お前、家ってどこなの？うちは村の西側にあるからね。見回りのついでに寄っていくといいさね。ありがとう。だろうな。いや、俺もなんとなく西側って目星ついてたんだけど、なぜなら物知りじいさんの看板があったからさ。あ、やっぱここか。あ、やっぱそうなんだ。あ、緑色の髪のやつ、よ。白鳥さん、もしかしてこの人？この緑がかった髪の毛間違いない。あの村人が探してた息子だ。これでお父さんも一安心ですね。早くこの子に伝えてあげましょう。おい君。あ、イケメン。何？お父さんが君のことを探してた。一度家に帰った方がいい。どうせ小言を言われるだけだよ。家の仕事をせずに本ばかり読む怠け者だってね。お父さん本当に心配してるようでしたけど。それよりあなたも調査に来た人だよね。タタリのこと何か分かった？まだ調査中だ。ゴゾドボボ様のことを知るための本を探してる。へえ、あの探偵と違って真面目に調べてくれるみたいなね。探偵？確か前に村に調査に来たって村長さん言ってましたよね。大した調査もせず適当なことを言って村の事態を悪化させたんだ。でも少し脅したら逃げていったよ。ああ、お前が村を守ってんだ、裏で。脅した？どういうことだ？
いや、なんでもない。真実に近づけすぎて、あなたも たたられなければいいけどね。君は何か知ってるのか？別に。まあ、せいぜい頑張ってください、学者先生。なんだお前、嫌なやつだな、めちゃくちゃ。え、お前がなんかやってるってこと？なんだあいつ。白鳥さんがおせっかいすぎて怒ったんじゃないですか？誰のせいでおせっかいになってんの今俺。子供ってわかんねえな。うちの孫がすまんの。あいつ孫だったんだ。じゃああいつの息子がお前の息子か。違うわ。あいつのパパがお前の息子か。家主の方ですか？お邪魔してます。おばあから聞いておるよ。好きなだけ見ていくという。おばああそこから動いてないのにどうやってお前に伝えたんだよ。ありがとうございます。助かります。あの子はちょっとひねくれておるが優しい子なんじゃ。悪く思わないでくれるかの。まあ。前の探偵が来てから何もかも変わってしまったんじゃ。村もあの子も。お孫さんも言ってましたが、前に来た探偵ってそんなにひどいやつだったんですか？うむ。村を荒らすだけ荒らして最後は逃げていったんじゃ。あんなやつだと分かっていたら調査を頼まなかったんじゃがの。そうだったんですね。君はしっかり調査をしておるようじゃから安心じゃ。その調子で頼むぞ。あ、だから、昨日のまあ診療所にいた、今日の診療所にいたおっさんも、そうやって言ってたのか。あの、前回来た探偵がずさんすぎたからってことか。はい。オッケー。ありがとうな、じいさん。期待しておるぞ。任せておけ。これは？月下祭のしおり。月下祭は薄岸村の重要なお祭りです。この祭りは作物の豊作や人々の健康を祈るために行われています。ごぞどぼぼ様から恵みの雫を授かり、そのお返しとして村の作物を献上します。儀式は月下神社で行われ、恵みの雫の授与は神主様が行います。月下祭に向けて大人たちのお手伝いをしましょう。また、月下神社は山の中にあるので、しっかり体力をつけておきましょう。なるほど、そんなのがあるんだ。じゃあ、この金色のとこだけ調べればいいのかな？じゃあ、ちょっと、ここら辺とか調べられないし、階段も登れないもんね。オッケー。なんか蕎麦みたいなの食ってたの、じいさん。いいな。俺もザル蕎麦好きなんだ、食いて。これ、薄岸昔話。昔、傷ついた狼がいた。その体育は大きく、牙も鋭いため、誰も近寄ろうとはしなかった。一人の心優しい村人は狼を村へ連れて帰った。狼は村人から薬や食べ物を分けてもらい、たちまち元気になった。元気になった狼は山へ帰っていった。次の日、村には雨が降った。不思議なことに、その雨に触れると村人たちの病気はたちまち良くなった。村人たちはその雨を、恵みの雫と呼んだ。そして山に住まう狼を神様として崇めるようになった。ああ、そういうことね。今日の聞き込みはこれくらいだな。お疲れ様です。明日に備えて今夜は早く寝ましょう。そうだな。旅館へ戻ろう。3日目。何日続くんでしょうか。今日はどうしましょうか。今日は山に行こう。おとといの子供は川に魚がいないと言っていたが、何か水に問題があるはずだ。そうですね。川の上流にある山を探索したら何かわかるかもしれませんし。それに、山の中には神社があるらしい。神主に話を聞いたら、ごぞどぼぼ様について詳しく聞けるかもしれない。了解です。何があるかわかりませんから、準備をしっかりしていきましょう。そうね。じゃあ一回セーブして、ノート書き込もうか。じゃあ、いっぱいある。月下祭の内容と村の伝統。で、どう？行方不明の子供、カイ。このカイとかって関係あんのかな？あ、カイか。あ、じゃあ、で、ごぞどぼぼ様の加護。これでどうだ？やった！月下祭について。やった！一回でできた。村の西にお茶屋さんがありました。あ、団子に目がないのに団子行こっか、後で。たたりの内容。幻覚、幻聴、精神が不安定になるなどの症状が見られる。しかし、幻覚を見る前から様子がおかしい人もいる。あー、なるほど。これとこれは、あ、間違えました。すいません。怪物を見た人とたたりの内容は、診療所にいたあの疑り深い おじいさんは大丈夫でしょうか？でも昨日からおかしかったような。そうだよね。おかしかったよね。これ、あ、村人の異変。やった。月下祭について、ごぞどぼぼ様から恵みの雫をいただき健康に過ごすために月下祭を行う。今年は行われていない。
その人の恐怖の対象となるものが幻覚として現れる。多くの村人は狼の姿をしている。あ、これ見たな。川に魚がいないことや雨の影響から、村の水には有害物質が含まれているのではないか。疑心暗鬼で精神を病んだ結果、幻覚を見ている。なるほどね。ちょっと、この回3つやると、ああ、そうだよね。こんなん何も起こるわけないもんね。お茶美味しかった。じゃあ、雑談しよっか。おじいさんの家の書物すごかったですね。私本に囲まれた部屋で暮らすのは夢なんです。そうなんだ。そうか。あのくらい、書斎としては普通だと思うけど、お前んち金持ちだからだよ。白鳥さんのバカ、お坊ちゃん。そういえば、あのじいさんの家で会った子供覚えてるか？村長さんの息子さんですよね。何か知ってるような感じだったよな。ああ、一度ちゃんと話を聞いてみたいが。昨日の感じだとちょっと難しそうですね。そうだね。あとあんま、協力してくれないもんな、絶対ああいうのって。この村の伝承によると、ゴゾドボボ様はいい神様だったらしいですね。ああ、そのゴゾドボボ様がよこした恵みの雫も気になるな。ですね。恵みの雫には神様のご加護があったらしいですね。私も飲んでみたいです。やめておいた方がいいんじゃない？白鳥さん、あ、わかったわかった、行こうか。よし、じゃあ出発ですね。月下の山へ向かいましょう。はーい。さて、行くとするか。あれ、お前、緑色のやつじゃない？違った。タタリについて何かわかりましたか？いや、わかってないよ、まだ。今日は雨が降らないらしいですよ。よかった。そうだね。傘忘れたんか？あんたが来てから3日も経つけど、タタリは解決できそうかい？いや、待ってろよ。今日の夕飯は何を作ろうかしら。何にしよっかな。グラタンがいい俺。今日は山に行くんですよね。寄り道する時間はないですよ。そうなんだ。ありがとう。でもこういうの助かるわ。いろんなとこ行きたいなって思っちゃうタイプだからさ。あ、オッケーオッケー。そうだよね。分かってる分かってる。どうする？あいつも連れてく？春さんも。月下の山は昼間なのに薄暗いしちょっと不気味だよね。俺はあんな雰囲気だけの山。全然怖くないぜ。いや、いい。怖くなかったとしても子供は行くな。じゃあ、行ってみるか。よう。でもなんか、こいつ通してくれないもんな。いや、白鳥さんおはよう。あ、でも信頼があんのかな。おはようございます。調査は進んでいるか？まあ、今日は山の中を調査しようと思って。いや、この山を。もしかしたらタタリの手がかりがこの山の中にあるかもしれないんです。通していただけませんか？いくら白鳥くんでも危険すぎる。この前も言ったが、この山に入った人はみんなおかしくなってしまったんだ。君は確かに村の人間ではないが、気が狂わない保証はないんだぞ。どうしても調査がしたいんです。お願いします。いや、警備員として許可できないな。いや、まあ優しいは優しいな。この村の調査に来てくれた君まで、タタリの被害に合わせるわけにはいかないんだ。分かってくれ。どうしましょう。このままだと拉致が開かないですね。おい、君たち。誰だ？ん？柳のじいさん。どうしてあなたがここに？アルさんが君を探していたんでな。何でも警備員の君にしか頼めない仕事があるとかないとか。あ、じいさん、お前まさか。俺に、一体何の用だ？そんなこと、わしが知るわけない、なかろう。早くアルさんのところへ行ってあげなさい。わかりました。白鳥くん、くれぐれも山には入らないでくれよ。え、入っちゃうよ、これ絶対。じいさんありがとう、助けてくれたんだろ。ほほほ、物知りだな、お前。物知りだし、もすべてが見えてんのかな。その、本当に赤坂さんが彼を呼んでいたんですか？さあ、どうだかな。最近は物忘れが激しくてかなわんな。君がもし山に入ってもすぐに忘れてしまうじゃろうな。白鳥さん、今がチャンスですよ。早く行きましょう。ああ、ありがとうございます。ほほほ。じいさんありがとうな。行ってくるわ。お前のおかげでこの村を救えそうだ。さてわしは戻るとするかの。ありがとう。行ってくるね。うわー、不気味。なんていうか不気味な雰囲気ですね。たたりが始まってからはろくに手入れもされてないんだろうな。用心して進もう。俺から離れるなよ。いつでも守れるようにってことですか？いや、こんなところで迷子になったら探すのが面倒そうだからだ。白鳥さんのバカ。こら、白鳥くん。うわ、赤坂さん村にいたはずじゃ。どうしてあんたまで山に入ってきたんだ？君を追いかけてきたんだ。警備員の彼から話を聞かなかったのか？危険だという話は何だか。でも、
このたたりの原因が山にある気がするんです。調査して明かさないと。だが、山はご祖父母坊様の領域だ。怪物に襲われる危険だってある。いえ、それについては大丈夫です。どういうことだ？怪物が襲ってくる心配はありません。というか、怪物は現実には存在していません。随分と自信があるんだな。理由を聞かせてくれないか？まあ、怪物の正体か。これか。幻覚だ。怪物は幻覚だからだよ。怪物はみんなの思い込みによって見ている。幻覚に過ぎません。原理さえ分かっていれば怯えることはないです。幻？そんなものに俺たちは苦しめられていたのか。おそらくは。それなら一体なぜ俺たちは幻覚が見えるようになってしまったんだ。それを調査するためにここに来ました。幻覚の原因があるかもしれないんです。わかった。君の調査を許可しよう。本当ですか？やった！ただし俺も同行する。この調査が危険だと思ったらすぐに村に引き返すんだ。わかりました。よろしくお願いします。赤坂春之助が仲間になった。やったね。三人で行こうか。おお、やった。三人パーティーだ。春之助さ、町の団子屋行ったことある？あそこの団子って美味しいの？今度行ってみようかなと思って。ひなちゃんと一緒に。ここ、なんでこんなに行けんの？こんなに行けんのに特になんもない空間なの、ここ。春之助みたらし団子好き？今度三人で一緒に行く？この事件が終わったらさ、うわー、幻覚か。あ、ってわけでもないのか。誰かが混乱してるわけでもないのか。混乱とかはないか。え、どっち行けばいいんだろう。うわー、そういうギミック使ってくんのね。左行くか。怖いから。あ、なんだろう。この先行き止まり。本当に？これ幻覚じゃないの？これ幻覚の木じゃないの？そうではなさそうだな。このまま進んでいけば、うわー、なんなのよ。驚かせてくるわね。ただもう慣れてる。慣れてるからね、こういうの。全然、あ、犬だ。セーフしよう。よう、何してんの、ポチ。わ、白鳥さん、こんなとこにワンちゃんがいますよ。ああ、首輪をしてるし、誰かの飼い犬か。あれ、お前、花太郎じゃないか。花太郎。月下神社の神主さん飼っていたんだ。神主さんが亡くなってから見かけなくなったが、こんなとこにいたんだな。神主が亡くなった。ああ、去年の秋にな。あまりにも突然のことだったから、神社の引き継ぎもできてなくて、去年の月下祭は行えなかったんだ。そうなんですね。この様子じゃ、今年も多分できそうないだろうな。あれ、花太郎くんの首輪に何か挟まってますよ。本当だな。ちょっと失礼して。ん？なんだ？どうした？どうした？なんで逃げんの？あれ、白鳥さん避けられてませんか？気にするな、白鳥くん。あいつは神主以外には懐かないんだ。でもあの髪何だったんでしょうか？神主さんがつけたものでしょうか？追いかけてみるか。そうだね、神主の死について。オッケー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 。あー、セーブが。あー、オッケー、花太郎ね。まずは。花太郎待ってよ。なんか、花太郎お前、俺のこと誘導してる？こっちとかなんもないんだよね。花太郎待ってよ。花太郎？あ、どうした？え、どこ行くの、花太郎？花太郎？なんか誘導してんな。ってわけでもないのか。追い詰めたぞ。あ、合ってた。これでもう逃げられないはずだ。くん！あ、逃げようとしてる。おっ、白鳥さん振られましたね。よしよし、ちょっとごめんな。これは、恵みの雫の作り方。恵みの雫だって。それって月下祭の時に使うやつですよね。作り方なんてあるんですね。この材料はそうか。何か分かったのか？はい。これで必要な情報が揃ったと思います。あとは神社に行って確認すれば謎が解けるはずです。さすが白鳥さん。早速神社へ向かいましょう。なんだろうね。やっぱ、幻覚を見せるようなやつなのかな。花太郎、ごめんな。後で散歩行こうな、一緒に。花太郎団子好き？花太郎って団子食えんの？みたらし団子今度食いに行こうと思ってんだけど一緒に行く？花太郎。みたらしとか食えんの？なんか玉ねぎとかって食べちゃダメって言うけど、みたらし団子とかって食えんのかな？でも団子とかって喉に詰まらせるか。じゃあ花太郎は団子なしな。え、めっちゃ、あ、こっちで合ってんだ。うん、階段があるな。本当ですね。もしかしてこの先が。この階段を登れば月下神社だ。白鳥くん、本当に神社に謎を解く手がかりがあるのか？ええ、おそらく。
何が起こるか分かりませんから、しっかり準備していきましょうか。あ、そうだね。あー、なんだなんだ。あー、戻れなくなってる。まあ、アイテムとかないんだもんね。準備って、考察ってこと？無理するなよ。準備をしっかりしてから行こう。白鳥さん、準備は大丈夫ですか？情報整理も今のうちですよ。ん？まだ整理してない情報があるみたいですよ。今のうちに確認しちゃいましょう。あ、そういうことね。情報整理してからじゃないといけないんだ。じゃあ、神主の死。去年の秋に急死した神主は月下祭で恵みの雫をもらう役割をしていたようだ。月下祭って不思議なお祭りなんですよね。何の目的で何をするんでしたっけ？もし今年もやるなら参加してみたいです。お前はアクティブだな。じゃあ神主の死と恵みの雫のレシピだよね。レシピってなんだろう、レシピだよね。月下祭で配られる液体は解毒作用がある。あ、解毒作用があるのか。あ、そういうことか。そっちか。そっちね。だからこの雫の、恵みの雫を飲んでないとダメなんだ。恵みの雫の効果、見てみようか。恵みの雫には水の毒をほぐす効果があった。神主が恵みの雫を作っていた。なんで村人にさ、教えなかったんだろうね。そんなこと。これでいい？春ちゃん。情報整理。うんうん、大丈夫そうですね。じゃあ行きましょうか。春ちゃんじゃねえわ。ひなちゃんがさ、仕切ってない？なんか。行こっか。なんだろう。何の空間だったんだろう。月下神社ね。こんなところに神社が。この場所で月下祭が行われていたんですよね。ああ、神主さんから恵みの雫をもらって、その年の健康を祈願するんだ。もう祭りが行われなくなってからしばらく経ったから、神社も廃れてしまったようだな。急に誰からも放っておかれてしまって、ごぞどぼぼ様は怒ったのかもしれませんね。そのくらいで怒るなんて随分器の小さい神様なんだな。おい、そんなこと言ってたたられたらどうする？たたりなんて存在しませんよ。それはどうかな。誰？黙って聞いていれば随分と好き勝手言ってくれたみたいだね。あ、メガネのやつ。誰かそこにいるんですか？え、まさか、ごぞどぼぼ様？僕の名を軽々しく呼ぶなんて。不敬な人間め、何をしにここに来た。あ、驚かしたとかってこういうことなのか。こいつが村を守るためにやってるのか、それともすべて知ってんのか。たたりの謎を解きに来た。恵みの雫が解決の鍵になるはずなんだよ。たたりに謎なんてない。神である僕の仕業だ。いや、神様なんて存在しない。すべてお前の狂言だということを今から証明する。いいだろう。そのふざけた推理がどこまで通用するか試してやる。あ、何？試すって。あ、なんだ？なんだ？村人たちの異変は僕の仕業だ。君たちは疑ってるみたいだけど、大勢の人が突然発狂するなんてたたりでもない限り説明できない。でも君は説明できると言ったね。なら、これから僕が言う現象を説明してごらんよ。推理バトルでは、今まで集めてきた情報を駆使して相手を納得させます。相手が述べる主張に不可解な点がないか判断し、反応を返しましょう。文字が黄色になっている箇所が相手の主張です。指摘する、持ってる情報を提示して主張の矛盾点を指摘します。揺さぶる、鋭い質問を投げかけて相手の動揺を誘います。受け流す、特に攻撃、反撃を行わずその他をやり過ごします。なるほど。コマンドを間違えたり10秒以内にコマンドを選択しない場合、白鳥がダメージを受けます。一定のダメージを受けると議論が終了してしまいゲームオーバーになってしまいます。ごぞどぼぼ様のセリフを読んで正解のコマンドを選びましょう。むず。推理バトル開始 OK。ここの神主が死んでから月下祭が催されなくなった。それどころか村の人たちは僕を信仰しなくなった。それで腹が立ってただってやったのさ。指摘しよう。何それ。あ、え、どういうこと。ここの神主が死んでから月下祭が、それどころか、オッケーオッケー。え、揺さぶってみる。じゃあ本当にお前の仕業なのか。信仰されてない神様に村をたたる力があるとは思えないな。ぐぬぬぐぬぬって神様言うの。確かに僕にはもう力がない。狼くらいにしか変化できないし、あれ、神様の姿を直視してまともにいられるわけないからね。指摘しよう。怪物の正体は幻覚だからまともに直視してない。それは間違ってる。村人が見てたのは神様ではなく幻覚だ。それは。いや、こんなわかりやすい神様いる。でも村人たちは怪物を見て実際に発狂してるだろう。これはどう説明する？怪物じゃないんだ。揺さぶ、指摘する。村の水だよ。その情報とどう関係があるんだ？違うんだ。いや、やばいやばいやばい。
指摘は合ってて、村人の異変は疑心暗鬼で精神を病んだ結果幻覚を見てる。あ、これか。そもそも前提が間違ってる。怪物を見たから発狂してるんじゃない。発狂するほどおかしくなってから恐ろしい幻覚を見てるんだ。おかしくなってから幻覚を見てる、そんなわけないだろ。追い詰められて突飛な話しかできなくなってるのかな。揺さぶってみよう。追い詰められてるのはどっちだろうな。おかしなことを言ってこの僕を驚かせたつもり。あ、違うんだ、間違ってんだ。おかしく、あ、じゃあ何、じゃあ指摘する。あー、僕の主張は何も間違ってない。受け流すを使うことあるんだ。じゃあ受け流すわ。そう感情的になるなよ、冷静に議論しよう。じゃあなんで村人は狂ってしまったんだ。まさか自然に発狂でもしたのか。いや、指摘しよう。これは村の水なんでしょ。発狂の原因は水だ。村人たちは水を飲んで精神がおかしくなった。くっ、でも村の水なんて昔から飲んでる。どうして最近になって村人発狂したの。指摘する。それはね、解毒剤恵みの雫の効果だ。あー、理論が破綻してないか。え、違うの。指摘するは合ってて、あ、月下祭についてか。まずは月下祭をやらなくなったからだ。昔から続けていた月下祭は去年は行われなかった。ぐっ、月下祭なんて形だけの儀式、何の力もない。指摘する。いや、恵みの雫の効果だ。月下祭で賜る恵みの雫には水を浄化するか解毒の効果があったんだ。今回の解体騒動は月下祭を行う神主の死去から起こった偶発的な事故だ。神様なんて存在しない。ぐっ、うるさい。これ以上喋るならお前もたどってやる。あの探偵と同じように村から追い出してやるよ。揺さぶる。君に俺をたたることはできない。なぜなら君は神様なんかじゃない。ただの人間だからだ。君の正体は、行方不明の子供。だよね。よし。ただ、パーフェクトじゃないんだろうね。パーフェクトだったら変わったりすんのかな。まあ、でもエンディング何個あるとか書いてなかったしな。あなたは村長さんの家にいた。なんて書いてあんの。東月くんかな。どうして君がゴゾドボボ様のふりを。この村は守ろうと思ったんだ。この前来たやつが呪いだたたりだだと適当なことを村に風潮してから村の様子はよりおかしくなった。確かに多くの村人たちはおかしくなったのはその時期だったな。でもたたりなんて存在するはずがない。だから俺はちゃんとした原因を探るために村の大人たちに相談しようと思った。でも俺の話を聞くどころかたたりの存在を否定すると怒り出してしまうようになった。そんな時にあなたが調査に来て、それで俺も偽学者かどうか試そうとしたってわけだな。騙すような真似をして悪かった。もしあなたがゴゾドボボ様のたたりを信じているのなら適当に口止めして村を追い出せばいいと思ったんだ。そんなことをしてこの村が呪いの村として外に知れ渡ったらどうするつもりだったんだ。発狂した人がこのまま治療を受けられなければ死ぬかもしれないんだぞ。それは今からちゃんと病院で見てもらえば誰も死なないはずだ。なんでだって白鳥くんや東月くんがこうして原因を見つけてくれたわけだしな。そうだろ。いや、お前は仲介がうまいな。そうですね。恵みの雫のレシピも見つかったことだし治療もすぐにできますよ。治療するためにも村人たちにきちんと説明しないといけないな。今度こそみんなが話を聞いてくれればいいんだけど。あー、でもこいつ的にはさ、東月くん的にはさ、自分の話は聞いてくれなかったのにみたいなのがあったりすんのかな。ハルさん、白鳥さん、二人が山に入ったって聞いてみんな心配してたんですよ。怪我していませんか。どこがおかしくなったりしてませんか。いや、問題ないよ。大丈夫。ありがとう。心配かけてすまない。俺たちは大丈夫だ。それに、たたりの謎も解決できた。え、本当ですか。まさか、ゴゾドボボ様と直接お話しされたのですか。まあ一応ね。やはり白鳥さんを呼んだのは正解だったな。一体どんな術を使ったのか知らんが、ゴゾドボボ様の怒りを鎮められた。俺は何もしてません。ただ、いや、この怪異現象の真相は彼から聞いた方がいい。あー、ちゃんと。お前は柳の家の。なぜ白鳥さんと一緒にいるんだ。まさかお前も山に入っていったのか。みんな聞いてほしい。みんながおかしくなってしまったのは、ゴゾドボボ様のたたりなんかじゃない。この村の水に精神をおかしくさせる物質が入っていたからなんだ。急に何を言い出すんだ。このおかしな現象がたたりじゃないというのか。いや、村の奴らの話をまず信じてあげろよ。村の水なんてみんなずっと飲んでいるわ。もしかしてゴゾドボボ様の怒りが沈められなかったから私たちをごまかそうとしてるの。そうに違いない。ああ、なんてことをしてくれたんだ。
これからごぞどぼぼ様のたたりが悪化してしまったらどうしてくれるの、村人たち。なんで俺の話は聞こうとしてこいつ、そっか、俺の話も聞かなかったのか。俺っていうのもあれだけど。あれなんだろうね。ほんと、神のたたりじゃなきゃ許せないのか、お前らは。疑心暗鬼になってしまうのも、おそらく中毒の特徴だ。早く村の人たちの治療をしないと。でもこの雰囲気、誰も話を聞いてくれなそうですね。みんな、俺たちの話を一度聞いてくれ。きちんと治療を受ければまだ間に合うかもしれないんだ。そんなこと言ったって騙されないわよ。ハルさんの言葉でも信じれないんだ。そうだ、こんな不可解な現象、たたり以外に説明つくはずがないのだからな。まあ、それはお前らがさ、知識不足だっただけなんじゃないの。いや、僕は信じるよ。村長！村長。ハルさんや東月が人を騙すようなことはしないと分かってる。それに白鳥さんがこの3日間村中を駆け回って調査をしてくれたのを知っていますから。村長！そうだよ。東月兄ちゃん、ごぞどぼぼ様についてずっといろいろ調べてたもん。確かに、話くらいは聞いてもいいかもしれないな。ハルさんも嘘つくはずないものね。他の村人を納得させるためにも、この村の水が毒だという理由を話してくれないか。そうじゃの。村人を集めて話すくらいじゃ、証拠は揃っているのだろう。そうだな。一つずつ説明していこう。まずは川の水についてだが。あ、もう俺が選んだりはしないんだ。俺と柳は、水が元から汚染されていたこと、月下祭で飲む恵みの雫が毒を打ち消していたこと、月下祭が行われなくなったことで毒が浄化されなくなり、中毒症状として幻覚を見るようになったことを説明した。その後、診療所の先生によって恵みの雫を改良した解毒剤が作られ、村の人たちの中毒症状を治っていった。え、神主はなんでそれをみんなに知らせなかったんだろう。今回も本当に助かった。どうもありがとう。毒の症状が重い人はまだ治療が必要そうじゃが、おそらく解放に向かっていくじゃろうな。え、どうにか解決できてよかったです。また怪奇現象で困ったことがあったらいつでも白鳥さんに連絡してくださいね。本当は感謝の宴でも開きたいくらいじゃがの。今は村の復興を第一に考えてください。俺はこの現象を解決できただけで満足です。白鳥さん。東月、家の手伝いは終わったのかの。それはまだ途中だけど、白鳥さんもう帰るんだよね。ああ、もう調査の必要なそうだからな。白鳥さん本当にありがとう。僕一人の力では解決できなかった。あなたのおかげだ。別に。あれ、白鳥さんもしかして照れてるんですか。それで僕考えたんだけど、この村を出ようと思うんだ。あ、弟子になる俺の。広い世界を見ていろんなことを勉強してあなたのようになりたい。憧れられてる。わしも賛成じゃ。お前の父さんが納得するかは別だが。父さんともちゃんと話し合ってみるよ。別に俺のようになる必要はないけど、いろんなことを知るのはいいことだと思う。君が多くのことを学べるよう、俺も応援してるよ。ありがとう。またどこかで会えるといいね。ああ。またどこかで会えるのか、俺たちは。瀬田来先生。薄岸村で起こった怪奇事件は無事解決しました。たたりの正体は水に含まれていた有害物質でした。村人たちは水の作用で怪物を幻覚として見ていたようです。でも一部の村人は恐怖心に飲まれず、たたりに立ち向かっていました。あ、そっか。中毒症状になったけど、まあ恐怖心が引き金となって起こるような症状だったりしたのかな。俺もいつか、この人たちのように恐怖を克服しなきゃいけない。先生が俺に調査を依頼した理由が少し分かったような気がする。あ、そっか。なんかあったんだろうね。お姉ちゃんとのくだりが。何も解決してないもんね。だからそのお姉ちゃんとのくだりが、自分の中で克服できない、まあ、壁だったりしたんだろうね。それを先生が分かってたから、で、この村のことなもう理解してたからってことなのか。俺ももう逃げないで、家族と向き合ってみようと思います。ありがとうございました。ではまた学校で。白鳥しぐれ。ああ、いいゲームだったな。面白かった。めちゃくちゃ。ああ、いいね。てかイラストがすごい可愛かったし、お話も面白かったですね。まあ、途中でなんとなく分かってくるっていう、この感じがいいですよね。集めた情報を考察して推理して、一つの情報にしていくみたいな。まあ、一番最初めちゃくちゃ手間取ったけど。
ああ、三人になってるな。村の人たちも、別に悪い奴らじゃないんだもんね、本当は。本当はもっと和気あいあいとしてたんだけど、その中毒症状とか、で、精神がおかしくなっちゃったから、ちょっと強い当たりしてくる奴らがいたりしたってことだもんね。いや、本当はみんないい奴なんだ。解体推理。いやー、面白かった、このゲーム。めちゃくちゃ。あ、セーブできんの？おまけとか行くんかな？あ、まだいる。赤坂さん。こんにちは。白鳥くん、派出所まで来てくれたのか、わざわざ申し訳ないな。いえ、この3日間いろいろとお世話になりました。いや、俺を言うのは俺の方だ。村を救ってくれて本当にありがとう。赤坂さんの協力のおかげですよ。赤坂さんは本当にこの村のことを大切に思っているんですね。ああ、実は俺はこの村の出身じゃないんだ。派出所勤務でこの村に引っ越してきた部外者なんだよ。あ、そうなんだ。そうだったんですか。外から来た俺をこの村の人たちは受け入れて頼ってくれる。派出所の警官としてこんなに嬉しいことはないよ。だから俺を受け入れてくれた村は俺は守りたいんだ。かっこいいね、お前。赤坂さんは本当にいい警察官ですね。面と向かって言われると少し照れるな。君こそ優しくて勇気のある人だと思うよ。調査に来たのが君でよかった。はは。もう白鳥さんって素直に喜べばいいのに。そういえば、君が帰る前に一つ聞きたいことがあったんだ。なんでしょう。まさか他にも謎が残っていたりして。ごぞどぼぼ様のことでまた何か。いや、君についてだ。白鳥くんはこの村に一人で来たんだよな。え！俺には見えないけど、隣に誰かいるみたいな言動をするもんだから少し気になって。どういうこと？え？いや、俺の思い違いかもしれないな。気にしないでくれ。え？どうしたんだ？もしかして何か気に触ることを言ってしまったか？あ、そういうこと？白鳥くんは、知らなかったってこと？いえ、赤坂さんには伝えておきます。実は俺、取り憑かれてるんです。自分が殺した女の子。え？どういうこと？どういうこと？うわ、めっちゃ気になるじゃん。何このゲーム。じゃあ何だったの？ひなちゃんって。なんかめっちゃ好かれてる感じだったよ。だからひなちゃんに逆らわなかったっていうか、ひなちゃんの願いを叶えてったのか、なんかで殺しちゃったんだ。ただの殺意で殺したわけじゃないんだ、これは。だからひなちゃんがこう待ってるから助けようよって言ったら、いや、めんどくせえなみたいなことも言わず助けてたんだ。なんか、後ろめたい何かがあったんだ。うわ、面白い。最後の終わり方めっちゃ気になりますね。続編とか出たらぜひ、やっていけたらと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。